さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。オクトパストロベラー2やりましょうか。さあ前回ね、キャスティの物語進めました。ここの街でね、いた怪我人たちをみんな救助して、新たに記憶を取り戻したわけですけど、さあ今日はまた別のこと行きましょう。はい。さて前回ね、キャスティとオーシュットのね、クロスクエストってやつ。やつかな。これが出たので、今日これやろうかな、クロスストリーカー。はーい。さて、このゲームの中でもね、やっぱ心穏やかに見れる、ね、あの優しき、少女なんかな。で、まあ、オーシュットと、そしてキャスティ、この二人の織りなす物語。クロップデールへやってきたキャスティとオーシュット。賑やかな村の様子に高揚し、美味しそうな匂いにつられて、露店を覗き込むが、ということでやってみましょうか。桃の名産地ですね、ここは。アグニアの故郷。です。おぉ、人がいっぱいいるなぁ。だね。賑やかな村ね。アグニアは案内してあげてよね。あから、桃とキイチゴのパイですって。桃食べよ、桃。私は肉がいいな。肉はあるかな。まああるやろ、肉も。お肉ばかりじゃ体に良くないわ。はい。何事もバランスが大事よ。ママですね。キャスティーママになっちゃった。キャスティーはお母さんみたいになってる。うまそうな匂い。さあ何の匂いだ、どこだろう。さあ露店を覗き込むって話だから露店か、今見てんの。あ、ここか。フリフリ、尻尾かわいい。いらっしゃい。加工肉売り。肉？クロップデールの新名物、ドゥオルドゥオルの串焼きだよ。いや、ドゥオルドゥオル。あいつしとやられたんや、ドゥオルドゥオル。おーしっとったら。はい。お一ついただけますか。優しいキャスティ。おいしいのそれ。毎度あり。はい。ありがとうございます。ありがとう、おばちゃん。いただきまーす。うまい？うん。あからもおいしそうな顔してる。俺にもくれ。わあ。やだ、ダメ。まずいの？おばちゃん、この肉変な味がするぞ。美味しくないの？ごめんよ、そいつはだいぶ古い肉でね。なんだよ。臭み消しに香草をうんと使ってるんだよ。うわ、美味しくないよ。どうしてそこまでして古いお肉？このところ獲物は取れなくなって仕方なくね。新鮮じゃない肉なんだ。うわぁ、長年この辺りで狩りをしてきたけど、こんなの初めてだよ。あ、狩り人さんですか。よし、森の様子を見てくっか。しゃなしね。お嬢ちゃんも狩り人かい。ああ、助かるよ。ああ、しゃなしやで、ちゃんと美味しい肉頼むよ。森は村の先にある。よろしく頼んだよ。はい、じゃあなんか今回のお話は二人で見に行くのかな。任せとけって。無茶しちゃダメよ。うん、かわいい。ホシット。キャスティも来んだよ。行くよ一緒に。へい、おふくろ。お母さん、ママになってる。キャスティも言い返さない。ママ。オズワルドはパパだよ。ねえ、ママとパパ来た。さてこっちですね、森の小道。昔来たことあるね。アグディアンドストーリーの時にやってきた森。ここの左、右？え、こっち道あった？え、知らないとこだ。こっちへ行けって言われてる。うわ、知らないとこのルートがあった。マジで知らねえ、こんなの。ビッグランボンだわ、これ。あまりにも酔えてきて出てきた。今のやつは弱すぎた。さあ、獣道、レベル16、来たな。さっきのとこレベル1台だもんな、マジで。よし。さて、どんな物語が待ってるのか。ワクワクドキドキ行きましょうか。ここはどこ？さあ、もうすぐ着いたね。おお、シシカバの実だ。何、シシカバの実って美味しいの？それ。それ美味しいの？うん？そりゃもう。母じゃ獣たちと取り合いになるよ。そんなレベルなんだ。食べたい。うん。おお、あり余ってる。持って帰るじゃあ。おかしいわね。そんなものがあるのに。美味しい実が手つかずで残されているなんて。確かにおかしいよね。なんで？原因は？そういや、
森がやけに静かだ。獣いないね、ここ。アカラなんかいる？アカラも警戒してる。なんか来る。デュアルドロじゃないの？誰だ？ズドンズドンしてる。なんか来る。誰だよ。うわ、デュアルドロじゃねえかこいつやっぱ。うわ、噂のデュアルデュアルくんか。デュドゥオ。ずいぶん興奮してる。やっつけるか。アグニア。アグニア戦った個体かな。どうどう。起こんな起こんな。加工するよ。いけない。我を忘れているわ。捕獲するかじゃあ。痛いぞ。よし、さあ勝負しようか。ドゥオルドゥオル、炎はじゃなくて、まああとなんだろう、弓とかやろじゃなくて、ちょっとまあいろいろ打っていこうか。まあね、魔物消しかける、どうしよう。あから、あから、剣が弱点。オッケー、ウェイ、突進ヤバタン、ぼちぼち食らったな。まあ先生はとりあえず大魔法化してゆっくりしようぜ。次の戦いで勝ちに行こう。行きますか。はい、で、次テメノス、サビタレ切り。え、これ強くね。はい、ポンポンポン、普通に強いけど。テメノス剣士の職なってるから今。さて次、何しようかな。やることないな今。属性、うわーん、違うな。毒、毒斬撃、毒撃だ。斧は弱点じゃない。まあでも毒は増えてきた。うわ、どうしようかな、もうこの子。まあ、狙い撃ち。でんでん。いや、弓弱点。弓剣だね。弓剣。あと多分斧だろう、おそらく。さて、あとは適当に。剣で切っとく、また。えや！さて。さあ、先生。まあ、やっとく、もう。見せてやるか、英雄。じゃあじゃあ2600大ダメージ。さあ次、まあ多分斧弱点だろうからね、斧切っとこうかな。えい、え、違う、斧じゃないのか。さあまたターン続く。さあテメノス、まあとりあえずいっとくか。おらい、ズバズバズバと切って。さあ先生、まあ大火炎魔法はちょっともったいないから、ここ行こう。よし、まあ、軽く削っていこうか。さあ獣の力いこうか。獣の力、敵単体に物理体ダメージ。獣の突き刃2500、強い。飯にしよう、飯。はい、というわけでサクッと撃破。あんま強くなかったな。ドゥオルドゥオルくん、まあまあまあ俺たち強いから今相当。ほら加工するぞ。ねえ、この子なんて言ってるの。言葉わかんの。わからない。これはもうダメだ、味が落ちる前に食え。ほんまか。嘘ついちゃダメよ、ホシット。嘘じゃないの。あなた怪我してるの。いや、言葉わかんかと思ったけど、わからんのか。おい、逃げるな。待って、逃げないで。行っちゃったよ、追っかける。行っちゃった。忙しいやつだな。獲物いるじゃん、ドゥオルドゥオルね。追いかけましょう。え、バトルはこれで終わらないの。もうストーリーこれで終わりかなと思ったけど、まだ続きます。さあドゥオルドゥオルを追っかけろね。え、なんか変なとこにいたドゥオルドゥオルを追っかけてあげましょう。森の中の敵、あー初めて見るやつばっかだなこれ。何聞くかわからんから、とりあえず斧いっとこが。斧一戦、斧は効かん。先生、先生とりあえず雷いっとけばず、まあ、聞くやろ雷、後ろ2人聞くし。あー、全員雷だ、土着で私の獲物だ。勝ちです。あとは魔物消しかけるサンダーウィックス。あー、1人だけがサンダー、全体でよかったよな。さあテメノス雷切り。おー、剣弱点、弱点がちょっとずつ分かるシステム。全体の弓矢、ドン。わあ、全員弓弱点じゃん。もうブレイク入ってる。さあこれで終わりかな。ドン。よし。全体攻撃持ってるのは本当に優秀すぎるから、今後もその調子で頼むよ。ね、オズバルト先生などなど。
美味しい。熟眠草。おやすみなさい。俺もキャスティに薬に眠らされてるな毎日。眠れぬ夜は。俺よく眠れるけど。鹿いるじゃん奥に。いっぱい。鹿しかいねえ。君たちこんなとこに隠れてたの？何してたの？怖がんなくていいよ。ドゥドゥ。どうどう。何があったの？君は。みんなひどく怯えている。でも。あ。何？右の方ウサギいる。草むらにウサギいるってよく見たらリスみたいなとかもいる。え？バッテリーも少なくなってる。され人間ども、デュオルデュオルを傷つけるの。え、ごめん、傷つけちゃった俺。獣たちがそう言っているの？なんで？なんかデュオルデュオルは私たちがさっきの子傷つけに来たと思っているのね。いや、それ誤解だよ。興奮してたからやで。行こう、キャスティ。帰るの？うん、ごめんね。森の仲間やってことやな、要は。でもセーブポイントあるよ、ここ。じゃあセーブしたし、さらに奥行ってみようか。わ、ドールドール君いるじゃん、そこに。おい、大丈夫か、お前。直してやろうか？治療してやろうか？煙出てない？大丈夫。落ち着いて。これ以上傷つけたくないの。まあ、ガン攻めしたけど、さっき。さあ、怖くないわよ。どうしようか、キャスティ。うちのお袋は優しいぞ。怒らせると怖いけど。もうママ扱いやマジで。おしっと。ごめんなさい。直せんの？獣医でもある。私はただあなたの傷を手当てしたいだけ。優しい。傷が悪化するわ。警戒を解いてちょうだい。煙出てもの、なんか体から。はい。収めてその煙。収まった。なお、あ、包帯感じがダメになってる。これでもう大丈夫。いい子ね、ウリウリ。ウリウリ？ん？ウリウリ？名前つけた、ドゥオルドゥオルから。この子の名前、ダメかしら。あ、喜んでる。喜んでる。よかったな、ウリウリくん。かわいいやつじゃねえか。でかいな、背中乗っけてよ。なになに？え？本当言葉わかんのよ。おしと。脅かして悪かった。森の獣たちが怯えてたのは。なんかあったん？見たことない黒き魔物がいたからだ。マジで？それはあかんやつや。おしとが追ってるやつやろ。その魔物。おしと昔村で見たやつじゃん。気になるわね。おしと。まだ戦うんそれ。気になるけど。腹減った。肉美味しくなかったもんな。まずはご飯にしましょうか。うん、お袋。もうお母さんなってんじゃん。とっつぁんがオズバルトだからねえ。家族構成できてきました皆さん。いいのかな、よくわかんないけど。はい。え、前編終わった？これで終わりなの？なんかすっげえ微妙なとこで終わったな。続きはまた今度っていうことでストーリー進んだら行きましょうか。さて、じゃあちょっと今日なんですけど、まあちょっとさすがに短いので、このパルテティオのね町まで行くようにしましょうか。次回パルテティオのこの町クロックバンクってとこ行こうと思うので、そこに今から向かいたいと思います。さて、ではで目指していきましょうか。どんなとこだろうな次の町は。結構ね、いろんな町によって特色あったりするからね、楽しみだよね。南行ってから東だな。よし。じゃあちょっとそれ通りに行ってみましょうか。まあ、ほぼ行ったことないとこなんだけど。クロックバンク街道来た。クロックバンクの街だよね。懐かしい。クロック。時計でバンク銀行そういうことやろうか。全然わからんけど。まあ、こっちの方行きましょうか。あれ、俺ここ来たことあったはずだけど、宝箱取ってないな、ここ。スピーク回復プラム。のどかなどこだな。うわ、宝箱あそこめっちゃあんじゃん。あれ取る？取ら、別に弱いやつやろうからな。取るか。いや、取れん。取り方わからん。なんか広いな、ここは。川から取るタイプだ、これ。広、ここ。
これなんかどうやって行くのか全然わからなくなってきたな。まあ、東に行けばいいので東行きましょう。私の獲物だ。さあ、なんだかなこれ。羽根付き帽子、まあ、大したことない装備だったな。羽根付き帽子、誰も装備変わりません。いや、そろそろ次の街とかで俺お金いっぱい使ってさ、装備更新した方がいいなとは思ってんすよ。そう、なぜかというとお金余ってるから。お金10万くらいあるから、マジ使ってねえからさ。さあ、6300円。あ、待って、今回祭壇あるぞ。ここに祭壇、あれ絶対勝利の祭壇だろう、あそこ。激アツタイム来たな。なんだこいつら。まあほぼ色違いか夜だとね、あんま強くねえし。よし、でも祭壇がそこにあるからな。祭壇水から行くんじゃん、こういうのって大体。祭壇、おお、街はでもすぐそこっぽい。祭、あ、え、何ここ、投稿誌の祭壇、すっげえ変なとこにあったけど今。さて、マップ、ミニマップを見ながらなんとか来れたところ。これ盗賊だね、ソローで連れてきてるからちょうどよくね、これ。この祭壇やってきたぜ。はい、チェックしましょう。選ばれし盗賊よ、そなたに技を授けよう。来た、ソロでなんか覚える。これ大体強いやつを教えてくれるからな。シュワン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 、よし。イエクサバリアビリティ、夜のとばり、闇のとばりか。とばり、ガード系かな、なんだろうね、デバフ系か。さあ、闇のとばり、敵全体に闇属性ダメージを与え、物理攻撃を必ず外す効果を一回付与する。バカ強あまりにも強いけど大丈夫それ。ねえ、普通に考えてぶっ壊れ性能だよな、敵が攻撃一回外すって。さあ、とりあえず街にはこれで到着かな。クロックバンク、ここが俺たちの目的地。パルテティオの物語がここにあるのかな、クロックバンクで。はい、到着でーす。パルテティオ第2章。まあ、後ほどかな。お、あ、あ、良い天気です。にゃーっていう。いいとこですね、ここ。ね、56% しか成功しないですけど。お、あ、あ、悪さはいかんのー。うるせえ。うるせえ。な、盗賊の宝石？こいつ盗賊ギルドの人やん、絶対。どれ？出会う人に挨拶を欠かさない高校時、その正体は町の盗賊ギルドの長。夜になると、いずこやかへ姿を消すので、海賊から怪しまれているが、今どこバレてはいないはずだっていう。バカ悪いやつやんけ、盗賊の宝石とか持ってるし。やべえやつだ、あいつ。どこ行ったんやろかね。まあ、いろんな子いるから話しかけるか。今日は川遊びするのだって。かわいいね。もらうね。ありがとうね。おお、町の入り口で挨拶している老人の孫、勘のいい承知で祖父の正体に気づいている。尊敬する祖父の後継者になりたいと願い、独学で修行を始めているが今のところバレていない。すげえやつじゃねえか。やめた方がいいよ。おばあちゃんに弁当作ってもらっちゃった。だって、いい子だな。珍しい石ももらおうか。はい、42% って何これ。防犯意識高すぎるだろ、この子。いやいや、もうキャーやめない。やめないから見せなさい、あなたのこと。どれ祖母と二人で暮らしている少女、祖母が隠していた古い新聞に載せた伝説の怪盗に憧れている。練習して大抵の鍵を開けられるようになったが、まだ誰もバレていない。なあ、悪いやつしかいねえけど、この町。工場街の路地で可愛い猫が寂しそうに泣いてたよーって。猫がいるって。どれ、クロックバグに住む綺麗好きな女性、毎日自主的に路地の清掃している町の味方に貢献している。不潔にしている独身の工場員たちもしっかり、洗濯や入浴を強制することもしばしばだっていう、そういう人なんだよね。あ、夜でもいいじゃん。夜だったらパクれるから、パクるか。よし、風と火の精霊好き、ありがとう。まあ、今日は軽く調べるだけにしておこうかなと思います。まあ次回パルテディオのストーリーでまたちゃんと調べると思うからね。ね、お店、大した持ってないな。まやかしの葉。さて、町に住み着いた青年だ。正体はせこい盗みを働く盗賊兄弟の弟。この町に狙いを定めて下調べを行っている。バレないよう善人を寄せているが、ほとんどの住民に盗賊だと気づかれているほとんどの住民に気づかれてるってやばいやろこいつ。センスないよマジで。盗賊としてのセンスゼロやん。さあ、増強ナッツ。おばあちゃん戻ってこないなーっていう。これおばあちゃんが回答なんかな、この子の。
ね。ひゃー、西田レグに嫁いだ娘が無事子供産んだってさ、よかったな、ほんと。ね。ほうほう。この町で育った平凡な男性、本人も知らないのだが、生まれつきほとんど毒が効かない得意体質だ。その事実が、なぜか、毒裏社会にバレており、彼を毒殺できるか賭けが行われている。ねえ、この町不穏なんだけど。本当に、届いた手紙がいい気分だと私まで幸せな気分になりますよっていう。は、ねえ、配達員さんですか。ねえ、とりあえず、配達員。この地方を担当する手紙の配達員、親切で気のいい人物なのは表向き、実はライブ企業がロックカンパニーの機密を探るために雇った密偵だ。今のところ誰もバレていない。なあ、ろくなやついねえけどこの街。やっぱなあ、どうなってんだよここの街は。よ、本当にいい街だな。さあ、こんにちは。はい、見てて野菜あるよっていう。この人はいい人だろう、多分。頼むぞ、信じてるぞ俺は。孫の二人で暮らしている老婦人、かつては伝説の怪盗として金銀財宝を盗みまくっていたが、今はほどほどに自重している。なので誰にもバレていない。ほどほどに自重しているってことはまだ盗んでるじゃねえか。なあ、ろくなやついねえって。やっぱすごいなこの街。俺怖くなってきちゃった。あー、なんかサブクエの人いるじゃんこの人。キャサリン、あー、キャサリン、全部誤解なんだ。なのに君は出て行ってしまった。やがてまだ街を出ていないはずだけど、僕たちは終わりなのかい。やだ、僕は君たちで生きていけない。ない、ない。キャサリン、これ猫じゃない、さっきの。多分だけど、ね、おそらくそうだと思うんですけど、ふざけないでくれで、そんなこと言うのは90いっぱいやから。キャサリンに続行な男性、彼女のご機嫌を伺い、要求を叶え、全身で尽くすことが生きがい。周囲は呆れているが、キャサリンの幸福がすなわち彼の幸せなのであるっていう。ね、変な人。まあ、猫やろと、おそらくね。さあ、宝箱ある。夜中。出た！これ、すごい、おじいちゃん、盗賊ギルドの人のやつか。真面目な夫と幸せな娘、これが幸せってものよっていう。ね、強いや、この人。甘けんって、なんかつい、町の人たち、ここなんか、盗賊だったりとか、すげえ強い人ばっかなんだけど、俺怖いわ、この町。ほんま。なんなん、ここ。ロックカンパニーの工場ができて、この町も変わったわ、っていう。ね、70% しか成功しないの。どれどれ。久しぶりに里帰りした薬師の女性、毒殺専門の殺し屋である。もうやだ。気のついて毒殺依頼を受けたが、標的が初恋の相手だと気づいて動揺中、バレないように必死で冷静を、を装っている。あの毒のやつを殺そうとしてた人だよな、多分この人。この人あれだよね、入り口でこれだよね、ほら、幼馴染に会うと話が咲くわっていう。この人毒効かない人だよね、確か。面白いね。カオスすぎるだろ、ここ。ここは治安のいい街なんで安心してください。ほんまか？もう絶対嘘やろそれ。ロックカンパニーに雇われている警備兵、市街地でも昼の会を担当している。住民と、ね、顔見知りになっている。善良な人とか住むこの町で働けることを幸せに思っている。嘘やで、ほんま。悪いやつばっかりで、ここ気ぃつけた方がええで、ほんまに。ね、酒場がここか。はぁ、酔っ払って何もかも忘れたいよ。あ、誰もいなくなった。昼にやるといなくなるで、この世界の酒場って。ねえ、まあ、ろくなもん持ってねえか。久しぶりだな、審問するの。いい、ほら、さあ、ブレイク。ブレイクすると情報を暴ける。君のことを教えてよ。何してんの？ロックアマに働く男性だ。酒癖が悪く、酔って暴れることもしばしば。だが本人はまるで覚えていない。仕事でもよくネジを締め忘れてるが、今のところバレていない。なあ、バレてないからっていう、そういうやばい情報ばっかやけど、この街。さあ、ブレイク完了。情報暴くぜ。またバレてないんか、バレてないか、盗賊か、どっち。ロックガムに働く男性だ。ふとした偶然が重なって、街の人たちの裏の顔をしてしまった。彼が気づいたことは誰にもバレていない。いっそバラしたいが、もう誰も信用できない。かわいそうに、この街やべえやつしかいねえから、もうマジ気をつけた方がいいよ。かわいそうだよな、本当に。2階です。この街うろついてるでしょ。いや、今来たとこやけどな。ねえ、
夜はいなくなるな、今の女の人。じゃあ、とりあえず尋問しとこうか。ああ、いいもん持ってん。あ、強こいつ。無理だ、バケン。これから出かけるんで楽しまれた仕事があってね、だって。一旦、見るか。倒せねえ。レベル30がいる。強くね？このゲームの人たちなんか、やっぱ。この街。みんなやったら強えけど。違法からやってきた青年だ。一子相伝の暗殺術を受け継ぐ暗殺者。自らの実力を証明するため、死でもある祖父の命を虎視眈々と狙っている。その先はまだ祖父にバレてはいない。いやもう、お前はやばいやつやな、ほんま。それ倒すことはできないな。まあ、このままかな、今日は。いや、この街やばそうだな。さあ、次回がこの街で織りなされるストーリーをね、追っていきたいと思います。一体どんな物語になるんやろうな、ほんと。もう絶対やばいだろう。はい。というわけで、じゃあ今度ここにしましょうか。さあ、次回、改めて、パルティティオのストーリー進めていきたいと思います。第2章。一体、彼はどんな物語を送るのか、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ、バイバイ。